Why?我直接在开什么？日文版自由我要来看 Box 的直播。重开一下游戏的直播。看，为什么会有这个小白兔这么腹黑？被你看到，这是我最早时候是用的这个。难怪千剑那个时候都画那个小白兔，欸，那个小白兔是千剑画的。我的这一只是我的。对啊。啊，那个小怪那个是小白画的。不是，我没有画，我还没开始画。讲这么多年，他都还没开始。快嘴哈啊！哈。新的 OBS 看起来蛮好用的呀。好好你用要啊！我要看小怪大我重开游戏。小怪大晋级，小怪大晋级，小怪大晋级。啊！可恶，那等下就不能讲这个色话，就会被陌生人听到。闭嘴，奥巴马！西は随分位置が浅い。アンジ、着地ポイント変更だ。ちょっと見てくる。オッケー。リック、聞いてたか。すぐ戻る。リンゴ、66年の優勝はどこだっけ？ああ、非主流经典。但失落的星球当年超好玩的，知道啊，第一代啊，第一代真的很好玩，但是后来就没有后续了。这玩的是一代还是二代啊？因为我觉得《失落的星球》二代没有很好玩。失落的星球。Lost Planet 啊。看最后是不是驾驶爸爸机器啊？爸爸那一台，然后那个解放他所有能力，然后变超帅的这样。我有点忘记太久了，我记得可以两台合体。两台合体是二还是一啊？应该是二吧。啊，对啦，玩的是二啦。玩的是二。记得我玩的比较早的那一代，然后是使用爸爸机器。就是还没有机甲，对不对？一开始没机甲，到后面就有机甲。哦，那应该是，我来看一下好了。实在太久没玩了。然后最后主角还是。不对，绝对是二，我玩的绝对是二代，因为一代那个画面跟游戏方法我吃不下。哦，好像是三部评价不好了，三代评价很烂呐，二代超好玩呢。可是当初一代出来也不错啊，一代不错，然后我最爱玩的是二代，因为一代玩的时候我的电脑玩不起。我记得二代老师还有什么威斯卡，这特色我忘记是不是合作，是不是还有魔物猎那个？他们好像是同一套系统做的，就是他们的那个什么，模组动作是跟魔物猎人同一套。我记得好像把魔物猎人跟那个弄到里面吧，我有点忘，好像有印象，还是那时候广告了。很像啊，这两个游戏很像。记得他有跟那个，我看好像是二零古堡的威斯卡，威斯卡。对啊，二代那个设计，
关卡设计跟这个游玩感都还不错。エボをやられた。バフラムの連中だ。バフラムって火星の？なんでわかるのよ。二代给我玩起来很像那个未来版的魔物猎人。对啊，超像魔物猎人。你可以点上面我丢的那个。好。但那就是只剩下画面了。串流一下，已经卡到。让我听到我自己的声音，好恶心的。当機はオービタルフレームジェフティです。操作説明を行いますか。お前は独立型戦闘支援ユニットエイタです。戦闘機を点進去就听到我自己的声音在讲サンラサクバー这样听。操作説明を行いますか。あ、エイタ、やってくれ。訓練したい項目を選択し、トレーニングを終了します。直直摸他的镜头，这最好玩，最好玩的游戏。我来看一下。画面了吗？啊，小龟，小龟，有看到小龟的画面。有看到的，哦，进去的。所以小怪游戏方面超那个，怎么这样子？小怪已经把画质压下来了，可是。上传拉倒是吗？啊，拉太低了。哎，我记得是，我应该是100MB上传40MB吧。可
工程四十的话，应该你不是已经调20800了吗？20480了吗？等一下串流，再看一下编辑。你调20480应该已经很顺了吧？20秒。还要再调高吗？三点多。嗯，小怪也是 Win 十吗？不是，我是 Win 七。我怕是你硬体受不了哎。有可能你在750，现在要撑还是有点难。不是，那还要看 CPU 吧。你 CPU 是 I7。直播主要吃 CPU。会不会是 CPU 的气不行？可是刚下面 CPU 没有显示到，刚刚只显示20。你自己在游戏里面移动会很那个吗？我们这边是一秒那个。没有，我是开了 OBS 会有突然有一点那个，开 OBS 后。你有办法看你刚刚的那个画面录影吗？就是 YouTube 它会有帮你存档。对，好，我打开看一下。你在游戏里面有这么那个吗？吉，你直播都用公开的？开了 OBS 好像会比较多。やり方が荒すぎるでしょうね。指揮官は誰だ。言うと思う。好像我看那个时刻好像真的超了一个。すげえな、ディンゴ。有点那个哦。ディンゴ、敵がこっちに来る。わかった。跟昨天的，你们可以点开昨天的。何？敵探
三个家，你看跟昨天的去看东西，好像也是你们。你有调了吗？嗯，你觉得要调多少？我刚刚看到你这种那个法，我不知道是硬体的问题还是网络的问题。嗯，我也怕是我的设备电脑的问题。嗯，你开了 OBS 会累个，你知道吗？OBS 会吃效能啊，那直播啊。那可能就我的硬体设备，不行。上传40Mbps吗？要调高一个，不可能啊！我画质用这么高，那你画质没有很高，你开到20，还是不够，不可能。30对不对啊？30伏特的是720。嗯，没什么好调的。你用 CBS 对不对 ？CBS 很稳定啊。CBS 很简单啊，自动帮你处理啊。你说我调的是位元控制的 CBS 啊？CBS 啦，说错了。CBS 它自动帮你用啊。缓冲区大小指令，那不用打过。嗯，不用啊。CP，我看到下面 CP 使用设定越快越少。嗯，用 Very Fast 就好了。要黑黑。奇怪，怎么还这么累？你有看到你录影的画面很那个哈？有，我看的。嗯。开的 OBS。你游戏里面没有这么那个，对不对？有一点那个，没有开了之后，在实况的时候。现在没有开 OBS， 打开，不会那么累。哇。差这么多，那会不会是硬体真的受不了啊？啊。再来开战地风云。望めないでしょう。ならバイオラ本人は。該当するフレームランナーは
すでに死亡しています。死んだ2172年アンティリア襲撃事件、連合宇宙軍統括官木星の衛星軌道上コロニーをバフラム軍が襲撃し、開発中のオービタルフレームを奪取した事件です。あの事件にバイオラが。その奪取されたオービタルフレームってのは？オービタルフレーム、アヌビス。同期ジェフティも彼らの目標に入っていましたが、奪取は免れました。ジェフティはバフラムの手に渡るのを恐れた何者かによって回収され、そしてカリストに破棄された。おおむねその通りです。アンティリア襲撃を指揮していたのは誰だ？バフラム軍指揮官ノーマン大佐。ノーマン、どうした？共鳴反応です。共鳴？アヌビスです。久しぶりだな。今まで何をしていた？ちょっとした休暇をね。降りて私の部屋に来い。この船に乗ってきたの？カリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。腕が鈍ったぞ。ぬるま湯に使っていた。
紹介しよう。ディン、6年前我が部隊の主力パイロットだった男だよ。ディンゴ、イグリッド。軍の記録では死んだことになっている。あんたこそ小さい仕事するようになったな。辺境に飛ばされましたか。口を慎め。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。戻ってきた？ふざけるな。戻れディン、これから面白くなる。断る。あんたのお遊びのおかげで死にかけたんだ。冗談じゃねえ。分かってない。もう自由だの独立だのって建前には乗せられねえぞ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。はっきり言えよ。お前が殺したんだ。知らん。やろ。リンゴ、戻れ。お前は好きだ。吐き気がするぜ。死体は片付けておけ。やり方聞いたことありません。本当にノウマン大佐のご命令で？じゃなきゃなんで私こんなことさせられなきゃならないの？いい、お願い。お目覚め？2ヶ月も寝てたのよ。ひげは剃らせてもらったわ。エイダ、お願いね。不本意ですが。どこだ、ここは。火星の玄関口、ダイモスステーションの中よ。具合はどう？吐きそうだ。死ぬよりマシでしょ。俺、死んだんじゃないのか。
死んでないわ。心臓も肺もないけどね。じゃあ死んでるだろ。いいえ、ジェフティーに乗っている間は生きてる。ジェフティー、あなたは今失った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティーから供給されてるの。あ？ジェフティーを降りたらバイタルへのエネルギー供給が断たれる。つまりあなたはジェフティーを降りたら死ぬのよ。冗談はやめろ。試してみたら？我偷到我妹的饼干了。点心面。
進出。次のユニットへの扉が開いています。矢印の方向に進んでください。救難信号を受信しました。Let me see, see. ヘンリー G、 テイパーだ。1の番号の入ったコンテナだ。方向だけを変えるには右スティックを使用してください。等一下哦，等一下哦，我现在已经在看了。哦，因为还没有进游戏化，还没有进地图。挪威游卡，飞战争崛起全球，西欧也被纳粹的英雄战你要配音吗？为了加强北边的防线，德军派出四栋。好了。空箱でした。这不是那个什么港片都会这样吗？对啊。然后最后一句，民众们也被德国秘密警察盖世太保所控制，民众们就去剥夺市民的草食，反对的生命沉默啊！你看吧。而且你超刺耳配音，超多余的配音。要把声音压低，这样子，我靠，你真好厉害！那个好像要好听，是真的要再低一点会比较好听。那压声音低沉，要练啊，要用故事发音。有我不太会，我朋友会，他那个声音真的很好。那他可以用那个富裕娃娃。如果拿富裕娃娃，应该冲还是骂人？这些东西。那。天敌即可。我画过一下哟。真是的。喂。画面呢？黑的我没看到哦。我这边也是黑的哦，出现了。啊，这是影片啊，影片。他怎么宰影片宰那么久？又不是游戏画面。有延迟吗？好，我来看，有点延迟啊，那个。啊，那个。现在不会，现在不会那个。你的画质比那个进的好。哦，这画质不错，这画质以直播来讲不错。这是影片画面啊，我还没有到游戏画面。我没有把光追关掉哦，所以等一下进游戏看看光追有没有。光追是什么？光影追踪，土豪功能嘛，真是个豪功能啊。第一次开剧情按不掉啊。你的游戏声音有一点小。声音。他是直接抓电脑的声音的。好吧，不乱调，因为等一下换 BOO 这样子。我等一下到声音设定，我现在按都没有反应呢、啊。我去声音设定看看。就是现在还是动画，现在是动画还是影片？现在是他的影片啊。所以不是即时的游戏画面。
不是。但我觉得你右边跑起来像这样，我也不太意外，就是。啊。2080呢？集技术与运气为一身和为在一身的超级显卡。科技学徒。刚刚那个人看起来好像龟，看起来好像龟鸟。龟鸟。啊。就很像那个驯兽师站在那边在看着。啊！你开他一枪，他就倒，天老师搞冲过来了。那吵架哎、欸！关键是几？哎，他们要玩捆绑啊！我喜欢那个女的非常非常。哦耶！哦耶！哦耶！接下来是我期待的时候。快点重点啊！哎、欸，那你们从史汀看看，史汀到底是吃白玉的？史汀比较不像，可是画质就比较好。而且没有录音档，最主要是没有录音档。我现在就期待他眼中啊，干嘛就把人家绑在那边就走了，像人家。不是，现在没办法。空虚好吗？开 OBS 是怎么？我要滑雪啊！被占领了。哦，这个画面不错哦。那个超那个。啊，优美的画面配上高频的配那个，你这 FPS 大概只有10而已。啊，没有啊，可是我正常，就是会顿。你只要一转头就顿，你不转头或者是脚。那我往前，为什么是用走路的啊？啊，用滑的啊！啊，我在滑雪，刹车怎么刹车啊？你在玩那个挪威的那个，好顿哦。可是我这边 OBS 显示正常，啊、车祸了。可是我的这里线网络下行是100呢。所以我这里下载问题应该不没有很大。哦，撞树啊！对，我不会刹车，我撞树啊！你那边会那个，我这边 CPU。小关没有在看，小关在用它。还是以先进为基准。我们就预测每个人家的网络跟先进一样的。好，你滑雪我看。你花水有看，你是说为什么会动？他萤幕没有动的话就不会顿，他只要一动就顿。我看在动，你看现在没有动，你看，哎、欸，现在还好，现在还好。又开始，你看又开始顿了，开始顿了。有一点点顿哦，就一点点顿。哎、欸，因为我刚刚会稍微影响到你观影时间的那种。是因为极光雪地的吃的那个太多吗？现在还好，不知道为什么现在变还好了。等一下哦，因为我刚刚有在把它弄得更高画质，那我把它调回去昨天那样子。靠，你调偏的啊？不是因为这个太吃效能了，因为你只有雪地才更高。然后我调回去昨天的了，我不知道不重开它会不会有效呢？再。反抗士兵，哇，太高了！我会死哦。这个人肯定是天龙转系。干什么不会死？好像有点顿顿的。对，有点顿顿的。啊，那我是不是要太吃特效？特效要重开？没有，我现在 GPU 是百分之百，然后显卡温度是50。其实这种3A级游戏一开，基本上来讲显卡跟 GPU 通常都是100。GPU 100，我 L4D 也是 GPU 100。对啊，就是那个温度没有上去了。我温度50度而已 ，L4D 的话温度在30度，也是要100在运行，但是
德莫蒂是30度，然后柯南的话，他们用电压去压那个小子，柯南的话是80度、70度。等一下、哦、我那个如何浪费你电脑的性能呢？去玩吃鸡。因为吃鸡优化很烂、啊。干到了非常严厉的这个。我重开直播，看会不会好一点。哇，这个战地风的画质有够好，这个细节。我望远镜镜头上面会有反光，哎，太可怕了。离那边还很远很远呢、啊，没有人。哇，你这边有个人呢、欸。我会是一个，应该叫什么了？追求，有一种是要写实感玩家所设计的游戏。很棒啊！我最喜欢高画质的东西了。难怪你会买个2080。我游戏又只玩高画质哎。那你要买多少？就是肯定要这样子。哦，总共不含这个奇怪的曲面萤幕的话，7、8、9、10万。嗯，含曲面萤幕大概就是12万差不多。对。哦，顶级的了，不会，不会。能力范围内，能力范围内的顶呢、欸？我一直被发现呢、欸，他们在那啊，我啊，完蛋了，完蛋了！对，这不是能力范围内的顶的吧？你就算买上去也上不去了。啊，还是上得去啊 ，SLI。哎、欸，80 SLI。你那个世界我不懂，我完全不懂。我这种1060就已经啊，知足了那种。那2080，这是什么？哦，我现在直播画面是正常的哈，不会累光。正常的，还蛮顺的。那我以后就用这个设定的。只是那个游戏音效有点。几乎没有。对哈、哦，我忘记调了，我调一下声音，我躲起来。全满呢？不是，你要，这应该是调那个截取那边截取，我不知道。那怎么调呢？好，没有得调音量，哎。有声音了吗？没有得调，已经100了。
但 OBS 那边也没有什么可以设计的。我这边画质全开了，然后因为我在这边还没有开始战争啊，只是很安静的荒郊野外。啊，也有那也有可能，还在前脚前行的地方。很安静的下雪的晚上，这个地方根本就应该野餐，不是来打仗。在这么下雪的地方打仗野餐，因为他们的战线不是推往那边，听说他们那个时候在打那个希特勒他老家，那里的风景美到美军就快打不下去。嗯，是啊，太美了。那里面却住着一个比你差到爆炸的小。最强叉，你不听这个小粉丝说话，我一枪把你头打爆。我从旁边偷偷的绕过去，绕过去，你看不到我，你看不到我，你看不到我。啊，他们挤在一起，我可能一定要惊动。我想要先解决探照灯诶。欸，这个人，他们真的是连旁边人家爬梯都不会注意到的。对啊。我想到了。究竟何家要怎么打？三个人哦，嘿嘿，阿里干爹哦，好开心的，反正他们有开警报吗？没有啊，可能离那边太远了。他们射清楚，没事。直接打啊，我一定要走桥过去吗？看你啊，哎，这不会被看到吗？哦，有密道耶，维修通道，这个有点像那个战甲有一张地图桥下面有密道。你这里又钝啊？是吗？嗯。哇！我恢复正常了，我恢复正常了。我好像被惊动了，他马上来检查了。我来告你。B ボタンを押す時間の長さで弾の拡散範囲が変化します。消音消焰的小手枪也不错耶，
抗军战。哎呦，我一直听到他们在下面讲话，很可怕。这样就可怕。不是，他这边人好像有点多哎。人多就是要钱。啊，你刚刚坦克家直接爬上一个装甲车，用机枪扫。潜行游戏。那也要刚好有那个。好了，我要下去了，我要下去了。你要这样跳下去？没有啦，他好像有楼梯，就会强制爬楼梯。我现在看没有。哦。哇！我被看到了！啊！完了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 。好痛啊！啊，我的血！靠，你快死！真的是哈扣的游戏。你看不到我。变成 CS 了啦！什么？哎，可以啊。我躲起来了，我躲起来了。还好啦，简单模式他打我没有说很痛，我可以不用潜行，直接对打。哎，哦，我刚刚在按 M， 没有地图啊，我怎么知道？去哪里呀？这里。哇，人超多。
他们太集中了，根本没有办法那个偷偷打。我刚刚好危险哦。
交易所叫他们来用啊。他门关起来了，我要怎么进去啊？军营的大门关起来，我看看有没有什么小漏洞。偷打哎、欸！サブウェポン、コメットのデバイスドライバーを取得しました。敵追尾力に優れた攻撃兵器です。バフラムにいた頃、バイオラだけは敵に回したくないと思ってた。相手は戦闘 AI です。ターゲットが存続している限り追跡はやめません。モデルがバイオラとなりゃなおさらだ。エイダ、ここは民間居住区か。多くの建築物に生態反応があります。嫌な場所に出ちまった。早く出よう。よう、エンリージー、火星に着いたか。誰だ。ダイモスで会ったテイパーだよ。生きてたのか。奇跡だな。沿岸でエイペット正体の通信をキャッチした。ベクターキャノンを持ったレブ仲間か。そうだ。断崖の施設内部に籠城したまま身動き取れねえらしい。俺はこれからその発信地へ行く。俺もすぐ向かう。おい、ところであんたの任務って。なんだ。妈，要不要打他嘞？好吧，这边冲出去打好了。こちらストーム中隊、
何考えてる。民間人を巻き込むつもりか。構ってられるか。どうせバシーアのクズどもだ。なんだと。気が動転してるんだ。ヘンリー G、助けてやってくれ。くそ。エイパー、お邪魔しねえぞ。頼む。支援即将到来。小米。連合軍と民間建造物どちらを助けますか。どっちもだ。了解。民間人が残っている建造物のダメージ率をレーダーで表示します。完全に破壊される前に敵機をすべて排除してください。また連合軍のレブは有人機です。破壊しないよう注意してください。レブの建物への攻撃をやめさせたいときはサブウェポンゲイザーでの拘束を提案します。なるほど。ゲイザーで動きを止められるか。エダ、戦闘用にしちゃ手際がいいな。以前のランナーの影響です。さっきのレオってやつか。レオはどんな時でも人の命を尊重しました。お前は惚れた男に合わせるタイプだな。理解不能です。しなくていい。バフラムの無人機を片付ければ騒ぎは収まるだろう。行くぞ。了解しました。ミッションを開始します。敵をすべて排除しましょう。看见你也看得到。还有火箭筒啊。有火箭筒啊，配备啊。不是啊，他射火箭筒啊啊！他朝我射火箭筒啊。对啊。皮在痒。在这里，还有火箭筒在哪？民間人の殺戮を戦闘って呼ぶのか。バシリアの人間がどうなろうと知るか。奴らはクズだ。民間人だろうが何だろうがクズはクズだろうが。黙れ。それ以上何か言ったら殺すぞクズ野郎。消えろ。エイダ、レオに繋いでくれ。了解。レオステンバックに繋ぎます。ディンゴさん、どうしました。レブ隊探しはどうだ。何人かは確保しました。
でもアーマンを攻め込むって聞かないんだ。そう命令されてるんだろ。でもレブジャーバフラムに。好きにさせとけ。白状だぞ、仲間なら。連合軍が仲間？笑わせるな。おい、南側ゲート近くの民間居住区にレブ隊の残党を見つけたんだ。仲間だと思うならピックアップしてやれ。わかりました。エイダ、次はテイパーだ。了解、つなぎます。ヘンリー G、どうだ。最善は尽くした。そっちはエイトヘッドと合流したか。ああ、ベクターキャノンも確認した。だがまずい。どうした。ここの場所がバフラムにバレたかもしれねえ。なんだって。場所どこだ。エアズクリフ海岸沿いのエネルギー施設だ。アーマンへの動力供給をするものらしい。待て。ミジダノ我妹子弹不公平啊，你们谁枪可以借我？哎，达，あの列車の行き先は？海岸沿いにエアーズクリフを経由し。攻め込む気だ。テパ、オービタルフレームを積んだ列車がそっちへ向かってる。何？着く前に破壊する。本当か。どうせ通り道だ。エイダ、列車到着までの予想時間を出してくれ。了解。後部車両から破壊し、先頭車両に到達。バーニア制御をセミオートにします。高倍率。哦，也很好笑哦。它的稳定镜头好像是永久的，狙击精英好像还有憋气的时间。哦，有了，哎，它这个憋气好长哦，又开始晃了。憋气很长会晃啊，后来有没有？对啊，我以为它不会再晃了，因为憋气，它憋气憋好久。
sans temps perdu. デコイを取得しました。ジェフティの分身を発生させ敵レーダーを混乱させます。テイパーか、列車止めた。ビンゴ、お前か。火星に到着したわ。やべえ、バジェンヌ。ああ、私もこれ入ってる。私もすぐ行く。ピエッシュ、大丈夫よ。今はアーマンの指導準備に夢中だから。タタンド、俺がいた頃ノーマンの部隊に連合軍のスパイが紛れ込んでいた。奇怪，一模一样的枪，他只能替换，不能只拿他枪里面的子弹过来。なのにノーマンだけは見抜いた。なぜかはわからない。その人どうなったの？さあな。次の日ゴミ箱で左手だけは見つけたぜ。握手した時取れちゃったのかしら？強がるな。冗談でしょ。つまらないけど。違う。お前がノーマンの下で今まで無事だったはずがない。本当に連合。我忍他在皮皮出来的。だから。本当は何者なんだ。信用ないのね。意外だったか。じゃあ言わせてもらうけど、あなたは最後の任務で行方をくらました後、何をしていたの？関係ねえ。バフラムに戻ろうと思えば戻れたはずなのに。黙れ。カリストでこそこそ。因为想要经验。你一条我一条，你一条我。お互い様よ。それでも私はあなたを信じてるけど。あ？バフラムにいた頃のあなたの噂は今でも聞く。優秀なランナーだっただけじゃなくて、仲間からの人望も。よよよ。ノーマンと渡り合えるのはあなたくらいだったって。だから私はあなたを蘇生してまで。利用しようと思ったわけだ。あなたがバフラムに戻ってノーマンを止めていればこんなことにはならなかった。言うだけならいくらでも言えるぜ。私だって。お前は人にやらせっぱなしじゃねえか。だから私も火星に来たって言ってるでしょ。テイパーだ、切るぞ。エネジー、やったか。列車は止めた。そっちはどうだ。エイトヘッド小隊のエリー・ケイトン副長だ。援護感謝する。ああ、怪我人は？重傷はいないが皆疲弊している。助けてくれ。そこ動くな。連合はどいつもこいつも。おい、テイパー。なんだ、もう随分近くまで来てるんだな。さすがに早いな、オービタルフレームは。あ？胴体が接近してる。あんただろ？いや、俺はまだ。うわ、なんだ？戦闘配置だ。引け、引け。テイパー、どうした？早い。
ありません。レブ隊全滅です。喂，还会出界啊？我这什么东西直接把我炸死啊！空袭。我被空袭打死了。助けただろ。エイトヘッドに案内させるためじゃねえのか。ペイパー、俺はバフラムじゃない。どう信用しなくてんだ。今頃ご登場か。ネフティスが来たのね。そいつもあんたの仲間か。え、もう訳が分かんねえ。しけていた。バイオラ、ビンゴ、操縦が効かない。なんだって。 AI に乗っ取られた。どうしたらいいのこれ。ビンゴ、ねえ。うるせえ、黙ってろ。エイダ、あの機体の動きを止める。対象機はコントロールが自立戦闘 AI にあるようです。 AI をデリートするしかありません。
対象の機体を掴んでいる間は AI のデリート作業が可能です。わかった、掴めばいいんだな。ディンゴ、どうしたら。せ、敵 AI の消去状況をモニターに表示します。なんとか機体を掴む。 AI の消去は頼んだぞ。了解。バイオラ、今度こそ最後だ。こいつはただのプログラムだ。所詮は命令を実行することしかできねえ。その通りです。プログラムに命令を超えることはできません。情けねえ。ケン、いつ爆発するかわからねえ。ここを出るぞ。ちょっと待って、私 AI なしで操縦なんてしたことないわ。ざまねえな。なんだ、近頃のランナーは自分で機体制御もできねえのか。いいから助けて。人には散々偉そうにしやがって。ディンゴ、ごめんなさいって言ってみろ。頼りっぱなしでごめんなさいってな。絶対はない。じゃあ自力で頑張れ。おい、ケン。まったく。着いたぜ。ええ、まったく今までよくやってきたな。これが普通。待って、通信だわ。とんだ足手まといだ。お似合いです。冗談じゃねえ。あいにく冗談を発言するプログラムは
面白いコンピューターだな、お前は。面白い。お前とあのレオって小僧の方がお似合いだぜ。からかわないでください。アーマーの起動準備が始まったわ。急ぎましょう。待て、先に行きたいところがある。何？アヌビスのあの一瞬で近づいてくる技に対抗する手段がない。対抗できる機能が必要だ。でもロイドに協力してもらう。オービタルフレームのシステムエンジニアだ。訓練時代に世話になった。ロイド？変わり者だわ。腕は確かだぜ。確かにアヌビスの戦闘能力を解析したのはロイドだけど。なら好都合じゃねえか。ジェフティのプログラム強化を頼む。場所はわかるか？エアーズクリフ上部の施設だけど警備が厳重よ。案内するわ。わかった、早く乗れ。あら、失礼。ねえ、今悪かったわ、いろいろ。ああ、ごめんなさい。お前、出身はマリネリスか？そうよ、北側のタルシス。渓谷からは遠いわ。軍には自分で志願を？父さんが軍人だったから。タルシスってことはオリンパス基地か。そう。ねえ、あなたはなぜバフラムに？歌い文句に騙されたんだよ。火星の自由と独立のために。笑わせるぜ。実情はただの破壊と独裁だ。ノーマンの命令を疑問に思うことは何度もあったが、だがあんなことになるまで抜け出せなかった。あなたの最後の任務？木星圏の研究施設に運ぶメタトロンの護衛だった。それで？コロニーアンティリアにメタトロンを起こそう。任務が完了してカリストのキャンプに帰るとき、地平線を埋め尽くすほどの連合軍に待ち伏せされた。オービタルフレームはまだ実戦投入されていなかった頃だ。地球製の新型と俺たちのレブじゃ性能は桁違いだった。俺はすぐ援軍を呼んだ。だがノーマンは何て言ったと思う？諦めろだ。奴の顔は笑っていた。地球側に俺たちの情報を漏らしたのはノーマンだ。奴が連合軍に待ち伏せさせた。奴が俺の仲間を殺したんだ。自分の部隊を撃った？生贄だよ。地球に許可なくメタトロンを運んだ。失敗に見せる必要があったんだ。俺の中隊は捨てられた。俺は援軍が来ると言って仲間を励ましながら一心に敵を倒した。気がつくと連合軍は引き上げていた。味方は全滅。カリストの民間労働者も巻き込んだ。俺はもう二度とバフラムには戻らないと決めた。仲間の仇を討とうとは思わなかったの？俺に何ができる？バフラムに戻って反旗を翻せばみんなあなたに。ノーマンは俺を殺すつもりだったんだぜ。戻ったら殺される。剣にそうなったじゃねえか。だけどお前も見ただろ。あなたはバフラムが間違ってると知りながらそれでもノーマンの任務に加わっていた。力は正しいことに使うべきだわ。少なくとも自分が正しいと思えることに。それは誰の受け売りだ？え？軽く言えることじゃねえぞ。だけど私は。もういい、あとは全部済んでからだ。でも時間がねえんだろ。ロイドの施設の付近には侵入者妨害用の速射砲が埋めてあるの。それを避けて進むしかない。警備は厳重よ。というよりはジジイの趣味だな。何もない平野に見えても地面には対侵入者用の武装がびっしり埋められている。たどり着くためのルートは一つしかないわ。私の指示をよく聞いてその通り進んで。道をそれたら？エリシウムのリゾートで日焼けするよりは黒くなるわね。ストップ、ここからよ。まずはまっすぐ進んで。安全な…いいわ、前に進んで。止まって、ゆっくり少しずつ向きを修正して。もう少し右。いいわ、前に進んで。
の方向修正して、右よ右よ右よ、もう少し右、もう少し右、いいわ、前に進んで。止まって、進む方向修正して、もう少し右、いいわ、前に進んで。気をつけて。サイクル刺激波、ダブルエースまで使って先に敵の数を減らしましょう。 BTR 波の消失、刺激撃破、 BTR 波の消失。サブウェポン、ハルバードのデバイスドライバーを取得しました。B ボタンを押している間、強力なレーザーキャノンを照射します。いいわ、前に進んで。止まって、ゆっくり、少しずつ向きを修正して。もう少し右。いいわ、前に進んで。あら、ちょっと止まって、方向修正して、左よ、もう少し右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 、もう少し左、あお、いいわ、前に進んで。まだ一番のストップ、こっちがこうで向こうだから、多分進行方向修正、右よ右よ右よ、もう少し右、いいわ、前に進んで。気をつけて。ロックオンを解除するには LT を長く押します。ストップ、方向修正して、いいわ、前に進んで。あれ、ちょっと止まって、方向修正して、右よ、ストップ、移動しながら向きを変えないで、方向を見失うわ、いいわ、前に進んで。ストップ、方向修正して、左よ、もう少し左、もう少し左、いいわ、前に進んで。ミサイル接近、防御してください。修正して、左よ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 、もう少し左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 、いいわ、前に進んで。
向修正して。右よ。もう少し右。いいわ。前に進んで。修正して。左よ。左よ。いいわ。前に進んで。あった。あれだわ。生きていたとはな、ディン。嬉しい。久しぶりだな、じいさん。相談があってな。見当はつく。お前が乗っているその機体のことだろう。ああ、そうだ。私は地下にいる。自力で来い。地下？お前には特別の歓迎をしてやる。腕前を見せてみろ。
遊んでる時間はないんだ。手っ取り早く頼むぜ。それはお前次第だよ。最下層で待ってるぞ。壁面のシャフトに挟まれると人となりがありません。シャフトの動きに注意して行動してください。レイザーの使用を提案。
向に進んでください。印の方向に進んでください。
矢印の方向に進んでください。リンゴ、腕は鈍ってないようだ。おかげさまでな。じいさん、研究熱心なのはいいが、行き過ぎは体に触るぜ。性能を追求した結果だよ。私だけではない、ノーマンもしかりだ。ノーマンが？私以上のやり方でな。ノーマンはもうお前が知っている男とは違う。アヌビスは強いぞ。アヌビスに対抗する力が欲しい。アヌビスの決定的な優位性は空間圧縮とその反動による亜光速移動能力にある。ウーレンベックカタパルト。そう。
ヌビスはダイモスやフォボスに建設されたウーレンベックカタパルトのように圧縮した空間を元の状態に戻す反動によって自らを高速移動させる。まさにメタトロン技術を結集した完全体だ。悲観することはない。その能力はジェフティにも備わっている。この2機の性能は互角、生き写しの双子だ。だがジェフティがアヌビスと並ぶためには一つ欠けているものがある。スペックを最大限に引き出すためのプログラムだ。それがあればアヌビスに勝てるかどうかはランナー次第だ。なら心配するな。早くプログラムをよこしてくれ。やはりノーマンに逆らう気か。逆らう？戦うだけだ。プログラムを渡すわけにはいかん。おい、欲しければまず私と戦え。じいさんの暇つぶしに。そうではない、お前とは違う。私はバフラムに忠誠を誓った男だ。裏切ることはできん。こんな軍でもか？それは別の問題だよ。手加減はできねえぞ。私もそのつもりだ。全力で来い。見るがいい、イーヘルトの力を。ジェフティといえどもたやすくはないぞ。リンゴ、ここは私の家だ。力ずくで奪ってみろ。何も見えない。エイダ、敵位置の認識は可能ですが、敵機攻撃ともに視覚化できません。手がかりがあればいい。では私が敵機との距離、攻撃パターンをナビゲーションします。お前の声だけが頼りだ。頼む。了解しました。ミサイル接近、防御してください。 F マイン接近、回避してください。ミサイル接近、防御してください。敵機接近。無駄だ。
9、8、防御。右へ回避、右へ回避。Oh my god。左へ回避、防御、防御。敵接近。睡着了。已经睡着了。靠着我的。那好像怎么觉得？デッキまで9、8、右へ回避、右へ回避、防御、防御、右へ回避、右へ回避。デッキ接近。よくやったリンゴ。大丈夫かじいさん。お前ならノーマンを止められる。じいさん、プログラムは。私たちが体が動かん。怪我をしたようだ。私が手伝うわ。下ろして。急げ、アヌビスが来る。アヌビス。ノーマンが近づいている。奴は力に取り憑かれている。何をするかわからんぞ。急げ。私が行く。急げ。すぐ戻るわ。プログラムをジェフティに送ってくれ。早く。わかった。パスワードは。そうだ、次にそのプロテクトを。来た。ケン、急げ。分かってる。リンゴ、これから送るのは単なるデバイスではない。システムに弱小するまで時間を要する。すぐには使えん。俺からだ。アヌビスが来たら逃げろ。今はまだ勝てんぞ。開いた。リンゴ、送るわ。確認した。早く戻れ。アーマン計画の目的は支配ではない。え、破壊だ。ケン、もうやれぼう。プログラムゼロシフトを入手しました。ゼロシフト。我在打老几啊。他们家不知道怎么没反应。我们人の命が軽い世の中だ。死んだはずの男が蘇り、アヌビスの一撃で何万もの人が死ぬ。なあピン、強い者が生き残る。途方もない進歩の末に、人類はやっと自然の摂理を手にしたわけだ。火星を穴だらけにしやがったのはお前か。私が私など単なる末端に過ぎ、全てはメタトロンの意志だ。叫ぶな。最後の任務でアンティリアに護送したメタトロンはどうなったと思う？知らねえな。その機体だよ。何？アヌビスとジェフティ、この2機はお前の部隊が運んだメタトロンで作られた。なんだって。喜べ。お前もアーマン計画の一翼を担っているのだ。こいつがあの時の感謝しているぞ、ディンゴ。おかげで仲間が死んだ。
前祝いにちょうどいい。相手をしてやる。無事か？ええ、瓦礫の中だけど。すぐ戻る。来ないで。まだアヌビスが近い。くそ。ねえ、必ずアマンを止めて。私がいなくなっても必ず。だが私たち仲間でしょ。失った部隊の人たちもきっと同じことを思ったわ。自分が動けなくなってもきっと仲間が自分の思いを遂げてくれる。生き残った者にはそれをやらなくちゃいけない義務があるわ。お願い、必ずノーマンを、ハーマンを止めて。わかった。きっと無事です。リンゴさん、レオ、バシリア内に残ってるレブを警告に集めています。まもなく全部隊が集結します。警告？地下要塞アーマーンへの突入口です。わかった、合流する。前方に敵へ。そっちだぜ。ほほう、たかがオービタルフレーム一機で我が艦隊にかなうものか。戦艦攻撃準備だ。レオ、厄介事だ。そっちに向かってる艦隊を止める。なんだって？じゃあ僕も。お前はレブを守れ。すぐ追いつく。わかりました。気をつけてください。エイダ。敵戦艦撃沈のためには動力部の破壊が必要です。動力部はアーマーの外壁同様、圧縮空間による質量の断層が確認できます。ベクターキャノンでしか破壊できません。分かった。ベクターキャノンはジェフティの脚部を固定した状態でなければ撃つことができません。注意してください。分かった。エイダ、とっとと片付けようぜ。了解。ブブ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 ブ
要来打老鼠二啊。欸先等我打一下那个机子，看你要不要看一下。现在刚好是打舰队上。啊，老鼠二一开始有序章。啊？老鼠二一开始有序章。有啊。没有说单纯就啊，那好像是一个人玩的吧？就是逃出去了，跟伙伴一起逃出去。炸烧钢弹还要强、这里面两台主角就强了，对方远程打你的驾驶舱来了怎么爆。他们炮击。敌方弹箭。哇，你跑到别人的家里只是。哈哈，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 哈竟然是老二机器人，叫老二战舰啊！那个舰长是在骑这个的时候被他攻击，被打起痛。戦艦じゃない。こいつはオービタルフレームだ。
口を焦がしたザカートの力を思い知れ。その時の恨みは晴らさせてもらうぞ。我々を甘く見ないことだ。敵はジェフティだ。全力を振り絞れ。ザカートの力を見せてやれ。邪魔だ。ここは倒産。メインパス確保。撃て。どうだ。敌人来了，二零动画。雷鬼头老二啊！哎，哇，是球形。球形。有护盾，デバイスドライバーを取得しました。よし、エイダ、先を急ごう。哦，他逃跑了哦。对啊，是吧？跑掉。我刚刚看到他，どうしたこんな場所で。行くぞ、アーマーン始動の時間だ。連合軍にオービタルフレームはほとんど残っちゃいねえ。引け。黙れ。ジェフティに搭乗しているランナーに次ぐ。本艦はフォボス警護に当たっている連合宇宙軍艦隊アトランティス号。
私は副長のエレナ・ワインバーグ。そこにいるレブ隊の作戦を指揮している。エレナ、その機体ジェフティは我が連合宇宙軍のものだ。今すぐ投降しなさい。俺はあんたたちの指揮で動いてるはずだ。我々の指揮？バフラム軍に潜伏しているケン・マリネリス。ケン・マリネリス、そのような名前の人物は我が軍に存在しない。何？どのような陶器でも該当する人物はいない。そうか。ジェフティを返してもらおう。待ってくれエレナさん。レオ、あなた。エレナさん、この人は味方だ。今まで何をしていたの？あんたたちの指図は受けないって決めたんだ。ろくなことにならない。レオ、ジェフティに乗っているのは誰？誰だって関係ないさ。目的が同じ仲間なんだ。おい、エレナと言ったな。レブがいくら固まったところでバフラムには勝てねえぞ。分かってる。じゃあどういうつもりだ。命令を取り下げろ。命令ではない。あ？仲間を殺され、家族を奪われた者もいる。彼らは自分の意志で残っているんだ。死ぬぞ。ならばそれが義務よ。生き残った者の義務よ。なるほどな。よくわかったぜ。何がおかしい？早くジェフティを降りろ。死んでも降りねえ。前期ジェフティを狙え。エリナさん、どういうつもりか知らねえが、まさかレブごときに倒せると思ってないよな。黙れ。確かに俺はバフラムにいた。お前ら連合軍に仲間を殺されたこともある。だが今はアーマンを止めに来ている。お前らはスカネが同じ目的で戦っているはずだ。それでも撃ちたい奴は撃て。こいつらあんたより利口らしいぜ。エレナさん、わかった。彼らに従うわ。よし。助かりたければ俺に指揮を任せろ。地下要塞アーマーンはこの前方、クレパスの真下だ。前期触診、クレパスに到着した者から各自降下し、下段で待機。ポイントゼロで合流する。リンゴさん、敵が近い。他人に気を配れるのは俺たちだけだ。こいつらを前方のクレパスまで誘導する。一気でも多くだ。わかった。もう仲間は殺させねえ。エイダ、味方機の状況をモニター。広範囲のレーダーを表示します。ジェフティは青、レオの機体は水色、連合軍のレブは緑。正好有些的话做到改地图模式。レブの救難信号を逃すな。了解。他地图变超大。救難信号が発信されたエリアは赤いラインで表示します。リンゴ、俺テーパー、もう逃げるな。那是什么？刚才在争论。嗯，是他。就是主角这一代的主角，原本是他们。地上敌人那么多，是啊，可是不会那个哦，我跟你讲，不会那个。然后我们的我军同伙人那么少，我军也有。那是蓝点，可是敌人的红点很散，是吧？这里有很密的，我一群过来，嗯，已经看到了，左上方的那一群密的。
敌人好多啊，后面看一下，一出现一批已经到中线，好，这个叫战线，好多，没有慢慢推，超速，慢慢推，能慢慢有推进，我是这种敌人好多。救他起来！去救人！还要救人！哇，中线好，好激烈！我怎么左右左上方那一圈圈一堆围起来很惨啊？哎，然后被秒了，啥？有人倒啊！右线，哦，左线。全員助かったわけじゃねえんだ。自慢にはならん。あの状況下でこの数字はお見事です。守りきれなかったことに変わりはない。残存
ンレブ隊クレバス降下を終了したようです。よし、俺たちも向かう。どうした？打爆机的四百多的，刚刚那子不会那个，超屌的，那个。有什么关系？其他游戏早就那个了。プログラム着手、ゼロシフトを取得しました。間に合ったか。録音対象の傍らへ瞬間的に移動することが可能になりました。サブウェポンにアイコンを追加します。準備は整ったな。主導的吗？失控。リンゴさん、どうかしたの？第二点。あんたの恋人がお色直しに手間取ってね。レブ隊は下段で待機してる。アーマーへの突入口を確保しないと。俺が先導する。お前たちはそこで追手を止めてくれ。わかった。エイダ、気をつけて。あなたも無理をしないでください。あれか。建設時の搬入ルートです。建築物沿いに加工すればアーマーの外壁に到達します。攻击上下。守りは固いか。肩慣らしにちょうどいい。エイダ、行くぞ。了解。ゼロシフトの使用を提案。現在のジェフティのステータスとあなたの腕の上が楽勝です。飞的姿势很平常。老二翘着这杯子很好笑，硬要硬要笑在那里，那动作那飞行，客机。お前どうやって？聞いて。もうアーマンが指導するわ。傻瓜，给我前客机。ここには来ないで。他给我前客机。もう近くまで来てる。リンゴ。啊？前客机。嘘ついてたの。我说你才给我啦，靠。联合宇宙軍のスパイじゃない。我们傻瓜跟我最好了。らしいな。驚かないの？言っただろ。スパイがノーマンの下にいられる。因为小怪的热色化功力都被我们两个激发出来了。信用されると思わなかった。ただの一兵士が反乱を企んでるなんて。確かにまともじゃねえな。来看一下有没有车车。私の父も軍人だったの。バフラムのあなたの部隊にいた。なんだって。父
はカリストで殉職したと聞かされたわ。私は父がなぜ何のために死んだのか知りたかった。だからバフラムに入ってノーマンに近づいた。父はアーマン計画のために死んだ。でもそれを知ったところで私は何もできなかった。还是没有车车。人望もないしね。アーマン計画が佳境に入った時、カリストでジェフティを見つけた時、あなたが現れたわ。私は思った。あなたはアーマンを止めなきゃいけない。父のためにも。リチャード・マリネリス。そうよ。よく助けられた。でももういいの。ここには来ないで。ノーマンは危険よ。俺には義務があると言ったな。もう少しそのつもりでいてくれ。ダメよ。どうせもう死んでる身だ。俺は自分でケリをつける。ターゲット確認。戦闘開始。とっとと片付けましょう。所以女主角是他以前部队的人，然后最后他跟他在一起了。哎呦，我上了战友的老婆，来上上战友的女人，这是女儿。这真是太糟糕了，八点女儿吗？对啊，是女儿。这是典范，没事。是母汉。现在你们女人最棒了，认识的朋友的女儿。这是什么样的？Oh yeah！ 哎呀！来来来，哎，你咋不站呢？哎，他昨天就上头条，我觉得这绝对会上头条，这太靠北了。进图集卖80P 哦，认真。来洗洗看我的洗衣服，100100给我神卡，快显灵！
出现吧，宝贝。垃圾自己，快点出！哎，野猪的磁卡会不会很贵啊？不会啊。你们都在实况，我快打完了，这次又一几乎成功结束。这次的话就不能讲太嗨，虽然也没在看电视。没关系，因为我本来就是自己打的记录。应该说啊 no！ 啊，更大只老二出现。是的，阿玛，真假的？先去，没错。行かせてくれ。数据秒断线。気をつけて。このゲートは圧縮空間に。我被第一的伺服器讨厌。ベクターキャノンを使用しなければ突破は不可能です。あ。ジェフティとアヌビスは完全に互角です。あとはランナー次第か。エイダ、どう思う？あなたなら勝てるかもしれません。わかった。エイダ、楽に行こうぜ。メタトロンを取得。ベクターキャノンモードへ移行。エネルギーライン全弾直結。ライティングギア、アイゼン、ロック、チャンバー内、ビジョン開始中。ライフリング回転開始。撃てます。嘿兄弟，你家你的老二超大只，你知道吗？塞って雰囲気じゃないぜ。何かのコントロール施設のようです。メタトロン反応も微量です。コントロール、ここはアーマンじゃない。来たぞ。しただけでそのざまか。悪いな、ただの武者震いだ。さてやろうか。来いディンゴ。ゼロシフトの使用を提案。来い、さあ。 My weapon is strong。最喜欢第一堆是什么？我希望可以推出一把武器是对红吸气的。嗯。然后就开龙甲，然后看红吸先把它打爆掉。有没有爆？
イドディン。あの機体には剣が。怒るな、ディンゴ。ほんの余興だ。やはり模造品は模造品だろう。本物とは比べ物にならん。ふざけろ。先ほどの攻撃で本体数箇所及び背部のベクタートラップに損傷。のか。コネクションチェック使用可能装置ダッシュバーストブレードグラブゼロシフト以上です。やつを倒すには十分だ。暴击，暴击多重，暴击多重，击伤或暴击，暴伤多重。哎、欸，每次很好的时候来第四个很干的东西。哎、欸，来，小乖与我同在。哎、欸，出来吧，爆爆热。爆热射击，哎、对啊，完全不行啊！
唉，几小心。我觉得不一定了，我刚刚发生一枪就爆头，就是那个几率超低，一发头就炸了。レオ、無事か？ああ、ケン、ケン。リンゴ。アヌビスは倒した。怪我はないか？あちこち痛いわ。救助呼ぶ。怪我人がいる。収容できるが。すぐ船を送る。リンゴと痛み。受傷。話しておくことがある。月入十万。真的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 月入十万。真でもそれは最終手段よ。できればそのまま回収したかった。カリストに捨てたのは？ジェフティをカリストに隠したのはレオよ。バフラムの手に渡ればジェフティはアーマーンで自爆する。彼はジェフティを隠して自分の力でアーマーンを止めようとした。わかった。ジェフティが自爆する必要はもうないんだな。早く解除してくれ。無理よ。バフラムに解除されないよう。システムの根幹に埋め込んだの。ジェフティを自爆させなくてもアーマンは止められるはずだ。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。くだらねえ。もしアーマンが…待て。
アヌビスが飲み込まれた。アーマーンの本当の力は空間圧縮による地表攻撃じゃない。何？本当の力はメタトロンの空間圧縮特性を最大限に引き出したエネルギーの収縮。そのエネルギーは太陽系全域を巻き込む。そりゃ大事だな。お願い止めて。地球側の奴ら都合が良すぎるぜ。お願い約束しろ。もし俺がこいつを止めたら、地球は二度と火星に口出しするな。俺たちには俺たちの意志がある。火星を自由にしろ。分かったわ。必ず実現する。頭の固い連中に伝えるんだな。それが実現しなければ今度は俺が相手になるってな。誓うわ。信じて。リンゴ。ええ、一仕事できちまった。どうする気？死んだらまた生き返らせてくれ。あなたは死なないわ。船で待ってろ。すぐ戻る。私を選ぶ。アヌビスと融合することでアーマーンは初めて進化を出す。見ろ、メタトロンの完全なる結合、すべてを終わらせる破壊を。ゼロシフト。Yeah.
あんたは俺たちを生贄にした。そうだな。あんたが俺の仲間を殺したんだ。だからどうした。虫けらが無様に死んでいく姿をこの目で見たかったぞ。俺の仲間が待ってるぜ。全てを破壊するために作られた。
사유. 링고! 救護班を 呼んで. 私は命令に背いたのでしょうか。いいんだ、エイダ。それでいいんだ。力は正しいことに使え、少なくとも自分がそう信じられることにな。それは誰の義理？お前の親父さんだよ。 掉下去。 項目を選択、トレーニングを終了します。